目指せポケモンマスター、ジハーディータカシです。今日は現環境に合わせて開発してきた物理特殊量破壊型のソーブレイズを使っていく。ソーブレイズは元来特防の高いポケモンなので、特殊耐久に厚めに育て、特殊アタッカーには対面で打ち勝ってもらう。回復しながら殴れる無念の剣に加えて先制技の影打ちもあるので、特殊対面ではまあ勝てる。物理対面では気合の助けで相手の攻撃を一発耐え、特性の砕ける鎧を発動することで素早さを逆転し、道連れで強制的に11交換を仕掛ける。この時剣の舞を絡めることで早くソーブレイズを倒したいっていう心理を誘発して道連れにしていく。現環境、物理特殊問わずほぼ確実に11交換以上の感情に数えることができるこのソーブレイズは、雑に選出していける選出の干渉剤としていい仕事をすると思うので、ランクまで検証していきたい。では行きましょう。マッチングしました。レニャードさん対戦お願いします。デカヌちゃんにいいね犬、鹿から入らないとデカヌちゃんの電磁波がうぜえから、まあ輪竜から入ってステロなどは巻く。でも、まあ、ハバカミとガチグマに対して強いソーブレイズは出していきたいし、まあ、デカヌちゃんに対しては素早さまくられてんのが結構気になるか。ガチグマ重く見るんだったらいいユイなんだけど、ガチグマをソーブレイズで価値感情に入れられるんだったら、そんなに意識していいユイ出す必要ないんだよな。いや、むしろこの2枚だとウーラオスが重すぎるわ。悪い、これね、俺ウーラオス出さないとこれ相手のウーラオスで詰むことになる。相手の先発はデカヌちゃんですわ、当然。いや、ステロは巻きたいけど、アンコール電磁波とかそういうのもあると思うんだよな、風船で浮いているパターン。だから風船割りに行くっていうのも一つの手だし、いや、なんかその方がいいような気がしてくるか。カタストロフィーから入って地震で、もうこいつの風船割ってしばきに行こう。このデカヌちゃん自身は、まあそんな殺傷能力ないと思うんですよね。うん、外れたわ。まあこれ 90% のクソ技だからな、しょうがない、打ち続けるしかない。うわ、デカハンマー持ってる。まあこれは大したダメージにはならないでしょう。で、これで風船割れたから次地震打てるっちゃ打てるけど、まあ、浮いているポケモンが湧く可能性は全然あるよね。アンコール打たれる可能性もあると来てる。ここステロから入るわ、いろいろ考えて。まあこれじゃあお互いね、あのじゃれつくとカタストロフィーを外し合った仲ということで、まあ仲良くやろうぜ、この辺りはな。これ次、いや次デカハンになるんかな。こうなるとステロまであったでしょう。だからアンコールか電磁波かのどっちかがないんだよな、このデカヌちゃんは。ここってデカハンマーかアンコールかのどっちかでしょう。ただアンコールを打たれるのはまずいんだよな。だからここ一応吹き飛ばし打つわ。うわ、じゃれなんだ。いや、じゃれだったら、ちょっと違う手を取りたかった。じゃれつくを読むんだったら、こう、ソーブリーズを出すことで、砕ける鎧の起点にできたんだけど、まあいいか。そして出てくるのは、ガイリュウなんで、まあ、ガイリュウはもう一回吹き飛ばしでいいかな。竜の舞とか、なんだかんだうざいんで、これは吹き飛ばし。ケタグリだってよ。ケタグリ持ってるガイリュウ、珍しいな。珍しいよね。ケタグリってことは何かの枠を切ってるわけだ。でも竜舞を積まないっていうのは吹き飛ばし見てるから、まあ、自然なことだとは思うんだけど、うわ、どうしようね。じゃあこれデカヌちゃんも次のターン殴ってくると思うんだよな。デカヌちゃんがここを引くんだったら引いてよくない？ソーブレイズに。いや、ただじゃれ打たれるとソーブレイズ A ダウンの可能性があるのはちょっと不穏だけど、まあ、それでもここソーブレイズ行くわ。まあ、逆にデカヌちゃんがソーブレイズに対する半減技しか持ってないからな。まあ、大丈夫でしょう。じゃれつくだ。OK、これは半減で。で、A ダウン引かないでほしい。大丈夫。で、これね、ソーブレイズ85族のデカヌちゃんが90、いくらでしたっけ ?94 だったかな、素早さ。相手が上なんだけど、これで無念の剣で、HP を回収できる。素早さ上を取ってね。で、こうなるとまあ砕ける鎧が起動してるから、どうだろうな。ガイリュウがどういう手を取ってくるかちょっと分かんないけど、まあ道連れが決まりそうな雰囲気は出てるよな。いや、ここでもガイリュウか。いや、これはね、素早さは絶対俺が上なんだ。無念の剣打っても多分ね、 HP フルまでいかないんだよな。だからここ道連れ打たないといけないと思う。道連れ打つわ。まあ、自信はさすがにあると思うんで、
ここは地震を、おー誘発できていく。砕ける鎧で B 下がってるから当然倒れてくれて、あー急所が痛い。有効急所じゃねえのこれ。はい、よかったな。海流使って相手の急所に当てられて、運の上振れも引いて、お前もしね。でこれで 2v1 よ。まあさすがに鹿から入れるでしょう。でこのギミックはなかなかね、相手としても見破りづらいと思いますよ。でウーラオスか。ウーラオスは剣舞積まれるのが一番うざい。剣舞がもういっちゃんやばいけど、まあカタストロフィー見てるから打ってこないような気はするけど、まあ一応ここカタストロフィー打つわ。あーそうそうそう、これが一番やばいんだよな。これがもう一番まずいので、これどうするの。ドレインパンチをまあ半減で受けるウーラオスにテラスタルを温存でいいかな。ここカタストロフィーで、まあ、ドレインパンチ打たれるわな。いやそう、これ剣舞がまずい。剣舞ウーラオスは一番まずい。いやこれ不穏なのか、剣舞をこのターンで積まれてしまうと。テラスタル切ってビルドアップを積むと水流連打で良くなるんだよな。うわこれきついんかな。じゃあこれドレインパンチをもうこの対面で打っていかないといけない。うわ S 無振りのやつだ、お互い無振りのやつだ。いやじゃあ剣舞積んでる相手にかなり分があるな。あカウンター、カウンターだと。いやなんか変なウーラオスだ。ビルドアップで、いやそうだよね、こうなっちゃうんだよな。これタスキカウンターのやつだ。いやこれは言って格闘技になると思うから、テラス切って格闘技半減で受けてドレインパンチを打たないといけない。いやきつすぎるなこれ。さすがに格闘技になると思うけどね。ここはあーこれカウンターだったらまずいぞ。いやカウンターでも大丈夫。てかこれ多分カウンターじゃない、これ。ここはあドレパンだ。あじゃあこれ勝てるか。ドレパンでわずかな回復が入って、ただ5つ目ダメージが入って、でアクアジェット圏内だけど、相手にもアクアジェットがあったらもう死ぬかもしんねえ。あなんだこれ、いや水寺のアクアジェットはこれ無理かもしれんわ。だ剣舞4段階だもんね。あないみたいですね、ありがとうございました。いやてかドレインパンチ剣舞カウンター水流連打で技枠確定してんのか、やぶねえ。いやちょっとこの剣舞を先積みされると、この物流系 HB5 つ目ウーラオスとはいえ持て余すな。いや危なかった。マッチングしました。エステマさん対戦お願いします。鉄の包み羽ばたく神メタグロス、リンルー外流ウーラオス。ウーラオスがいるから俺のウーラオスは選出しないといけないかな。メタグロスのサイコファングの一環がテラスタル込みでも切れないのがかなり怖えから、ソーブレイズはまあそこの補完というか、まあソーブレイズでできれば対面メタグロス倒した方がいいような気がするんだよな。まあ、メタグロスが結構重いか俺のパーティーは。イーユイから入ってで、リンルーだったらテラバースと打ち込んで、でウーラオスソーブレイズみたいな流れはありなんじゃない。強さなんか見ねえよ最近育成したのによ。これでいくか。相手の先発ウーラオスなんで、まあこれは相手がスカーフじゃなければ引いてくる可能性が高いとも限らんか。まあとはいえ水流連打か、まあいやドレパンの方が可能性あるんかな。まあどのみちこれはあの交換でいい。何が飛んでくるとしてもウーラオスで受けは効くはず。パンチグローブじゃなさそうかな。うん違うね。こうなると、まあ多分、部が悪いってことで交換してくると思うんだよな。だから、いやまあわかんないけどね。インファイトでゴリ押しかましてくる可能性も全然あるんだけど。ここね、ビルドアップ積んでしまおう。一回。それは、チンピラすぎん？やってること。じゃあ、もう死ぬ覚悟ができてるってこと？てかもうウーラオス切るってことなんだ。ウーラオス切ってしまうと、イーユイが死ぬほど重くなりませんか。
これお前6回殴ったからほぼ瀕死でしょ。ゴツゴツメットって6分の1ダメージじゃなかったっけ。こだわってると思うんだよな。じゃねえとここインファイトとか格闘技を打たない理由がないから、こだわりなんだよなこのウーラオスは。まあちょっと次の水流連打一発分も食らいたくないからアクアジェット見せてしまうか。うん、このウーラオスはアクアジェットは打てない。てかまあパンチグローブでもないし、まあタスキかスカーフあたりの二択になってくるけど、まあスカーフだったんだろうな。まあ EU 対面で突っ込んでくるやつってまあ大体スカーフだよね。これドクテラ切ってもう無理やり水流連打通しに行ってよくない？ここはさすがに、いやシャドーボールでこと足りるっていう考えもできなくはないけど、まあいいや、あのソーブリーズ裏にいるから仮にシャドーボール中間卓で殺されてもなんとかなる。ブーストエナジーだったかどうか全く見てなかったわ。あ、ムーンフォだ。オッケー。あぶねー、シャドーボールだったら絶対死んでるわ。でこの特攻ダウンはいて、これ 100% だからね。 100% の確率で特攻ダウンなんか引くんだったらもう初めからそういう風に書いといてくれればいいのに、なんで確率を詐称するんだろう、反社会的企業がよ。まあ当然ラストは海流ですよね。これは水流連打を打たないといけない。あ、神速だ、耐えなかった。ちなみに鉢巻きだったら相手の海流は俺のソーブレイズで詰むことになる。でね、神速が無効だから先制技に怯えないでいいっていうのはソーブレイズの強みの一つなんだよな。ただこのギミックの都合上ソーブレイズはウーラオスに死ぬほど弱いから気合のタスキは貫通される、砕ける鎧でメキメキ耐久が下がる、でアクアジェットは無効化できないっていう、まあ、そこには注意が必要です。ここは研磨を積みましょう。地震だ。オッケー。あーんま火力ない系か。これで耐久が下がって素早さが上がることによって、まあ、この海流が素早さに多少なりとも振ってるんですよ。海流80族でソーブレイズ85族だから、まあ、しかしこの砕ける鎧で素早さの関係が逆転して、やべえこれは早く倒さないといけないっていう心理状態になるはず。そこに刺さっていく道連れ、これを警戒することはできるかな。研磨積んだから早く倒さないとって思っちゃったね。わかるよその気持ち、手に取るようにわかるぜ。死なばもろとも消えてください。いいよいよフル HP で残した俺の勝ち。対戦ありがとうございました。マッチングしました。雨模様さん対戦お願いします。ポリゴン2に水オーガポン、パオジアン鉄のカイナ、レイジュランドロス羽ばたく神、これもねソーブレイズから入るわ。パオジアンに強い、道連れで水オーガポン持ってける、でポリ2にもちょっと電磁波とか、だからそう放電の麻痺とかをまあ無視して考えるならばおそらく役割が持てる。まあウーラオスで鉄のカイナ、レイジューランド見に行くのはなしじゃないか。レイジューランドが俺のパーティーかなり重いから、まあウーラオスは出した方が良さそう。ウーラオスにテラス切りますか。いやこれイーユイのテラバーストフェアリーも視野に入れていった方が良さそうか。うわ鉄のカイナから来やがった。鉄のカイナか。いや結局これ道連れでぶっ倒せばいいっていう話ではあるんだけど、研磨言うと研磨言って、でこのまま行ったらまずいんじゃねっていう雰囲気を出して、あ逃げられちゃいました。ポリゴン2でなんとかなる話じゃないって。これ研磨積んだら、いやもちろんですね、イカ様っていう手が存在するんで、これでもまあ無念の剣で一回相手の HP を奪えば、あの気合のタスキが復活するから、まあ一回様子見はできる。無念の剣通る。まあ研磨積んでるから、おーポリゴン2とで確定2発を取っていく。いいね。まあ攻撃にも若干だけ努力値回してるからな。そして、シャドーボールでは無理だって。それはね、ソーブレイズの特防舐めてるぞ。で、特防ダウン引かないのも偉い。あれこれ。じゃあ無念の剣失礼します。うわポリゴン2温存なん。これでも無念の剣に対して受け出せるようなポケモンいる。あ鉄のカイナ受け出して、まあ鉄のカイナ物理耐久はかなり高いから、まあ、考えてることはわかる。どう、あー硬い、まあ、確かに硬い。これで107から157まで HP 回収できてるから、次無念の剣打てばタスキ復活して、いやこれ
この殴り合い勝てそうじゃない？あ、な、え？水寺はやめてほしいね。今やめてって言ったよね。水寺スタルはね。まあ、ウーラオスと有利に殴り合おうと思ったら水テラスタルを強要されるみたいな事情はあるんでしょうか。しかし気合の助けは復活させることができた。あ、お盆の実はそれやばい。そのお盆は一番やばいやつ。まあこれはもう、さすがに道連れ案件ですかね。いやでもさ、十分じゃない？どう？ポリゴン2という、まあ一応特殊アタッカー対面でかなり有利なダメージトレードを仕掛けで、物理に対しても道連れでの強制破壊が可能。いやここでボルトチェンジは打たないと思う。剣埋葬ブレイズやばすぎるからワイルドボルトで倒したくなっちゃうよな。このね、心理的な負荷を相手にかけて早く倒そう早く倒そうっていう風にね、相手をせかしてそこを道連れで刈り取っていく。どうよ、ポケモン対戦心理戦って感じしてきたろ。相手にも精神的な圧を加えていくから。で、まあ、ポリゴン2出されると嫌なんで、ここは EU から入りましょう。まあ、ウーラオス出せば、ポリゴン2もそんな仕事はできんと思うが。あ、羽ばたく神はね、ややダリー。やや。全然わかんないからね、こっから。あ、しかもなんかメガネっぽくない？この羽ばたく神。オーバーヒート打ちます。これ外しても終わるし、あの、ムーンフォースで特攻ダウンを引いても怪しくなっていく。パワージェム。いや、あ、いや、大丈夫。メガネってことだから、ここでパワージェム打つんだったら、まあ、勝ちに近いか？まあ、ムーンフォにかけないのはまあまあ、ダメージ感覚がしっかりしてるとも言える。で、パワージェム半減なんですよ、ウーラオス。だから、ここはビルドアップを一旦積まないといけないね。うん、幅上ここ温存になるんだ。で、もう一回こだわり直してくる。はずなんですよ。ただ、シャドーボールを耐えんのかっていうと、なんか怪しい気はする。で、これさ、あと、ビルドアップからのドレインパンチでこのポリゴン2倒せなくても負けるわ。一応補足しておくと。いけると思いますけどね。どう？あ、さすがにいける。うん、まず第一関門突破でしょ。で、この後、メガネ羽ばたく神がもう一回来るわけだ。中間卓的にシャドーボールを選ばれて、で、シャドーボールで、まあ、特防種族値が60しかないウーラオスが貫かれたら負け。当たり前だけど。水流連打打ちます。一応、その、ドクテラを切っておけば、サイコショックとかなんか変なの以外は弱点で通る技はない。水テラ意識でムーンフォース打つと思うけどな。うわ、シャドーボール打たれた。いや、まずいか。うわ、危ねえ、アップねえ。うわ、これ、いやー、まあ、シャドーボールを打ってる相手の勘どころは鋭いと言えるわ。これやっぱ耐久ぶりのウーラオスじゃないとメガネ羽ばたく神のシャドーボール持ってかれるんだ。いやー、もう、羽ばたく神がいかれてると思う。マッチングしました。サイモンさん対戦お願いします。ウルガモスにウェイニバル。ガイリュウ、アカツキガチグマ、サーフゴー、鉄の包みという構築。だから下の方、珍しいポケモン採用してるのに、結局、海流パンになり下がってしまってるのもったいない。ソーブレイズから入るの結構ありか。サーフゴー、鉄の包み、ウルガモスには出し勝つ。ガチグマはやや不穏なのと、あとウェーニバルも怪しいから、ウェーニバルに強いウーラオスを選出するのはありか。ウーラオス、裏に構えて、で、オーガポンを投げておけば、まあ、最後綺麗に締めてくれるような気はするよな。ちょっと物理3枚選出になるの不穏か？オーガポンでいいと思えちゃうな。別に物流系がいるわけじゃないからいけるでしょう。そう、相手の先発、なんかグルメウルガモス湧いてるわ。ウルガモスはね、ソーブレイズにやれることはほぼないと思う。ちょっとどういう方のウルガモスなのか知りませんが。だからテラバースと水とか持ってるんだか激変なウルガモスはやめてほしいけど、一回剣の前から入るぐらいの余裕はあると思うけどね。あ、炎の前だと。お前、もらい火が怖くないんか？もらい火についてはあんま考えないタイプ。いや、しかも 50% のコイントスで速攻上げられちゃった。これ。いや、ま、ちょっとテラバ水についてはもう考えずに行くわ。うん、これもうこっから無念の剣打ちまくるぞ。いや、お前、そんな余裕ないって。剣の前積んでんだぜ、こっち。いや、なんか物理受けのやつなんかな。物理耐久に死ぬほど熱く育ててるやつ。やだ。
たらわからんでもないけど、あーまあ確かに思ってたよりは勝て。でもこれ影打ち圏内じゃないですか。あ、ちょっとまた変なやつが湧きそう。それがあるんか、すごいな。いやマジ、いやそれはマジで思ってんのと違ったわ。いやでも結局炎の舞しかメインウェポンがないんだったら何回打っても勝てないぞ俺のソーブレイズには。いやただちょっとテラスタルノーマルは本当に思ってんのと違った。まあでも特攻2段階上げられててこれで3段階目か。まあしっかりウルガモス刈り取れる特防の高さはまあね評価できるでしょう。まあこの辺り、まあ、ちょっとウルガモスはさすがにねソーブレイズに喧嘩売るには相手が悪すぎる。特防種族値100あるし。あ、ウェイニバル来ちゃってんのはなんか不穏な気がしますよね。これさ、さすがにアクアステップで肥やしにしてこようとするでしょ。ここで俺、テラスタル草切って、無念の剣打つわ。多分素早さ相手が上なんだよな。いや、まあ、身代わり？いや、それはどうなん？まあ、これは全然思ってんのと違ったね。これ、インファイトもう耐えないのかな？どうなんだろう？まあ、インファイト持っていれば、どうだろうな。いや、でも耐久には振ってるから、別に耐えないことはなさそうだけどと思ったら、なんか食べ残しの変なやつだ。なんか、シーズン2か3ぐらいの、序盤とかにさ、いたよな。こういうなんか、ゴツメウェイニバルみたいなやつ。おー !2 で耐えたー。いや、これはもう全抜きルート入ってるんじゃねえの。いや、ただまあ砕ける鎧で B 下がるから、あーなんか切断されちゃった。うん、まあ、弱かったよ。ありがとうございました。あ、ちょっとこれダメージ見れんじゃん。おーすげえ！え、マジ？半減でウェニバル持ってけんのこれ。耐久に振ってるウェニバルでもないってこと？なんかよくわかんねえ、得体の知れねえウェニバルだった。おぉ。いやいや、結局その海流パ使って負けたからって切断するのは、あんまマナーがよろしいとは言えんぞ。マッチングしました。北朝鮮の方対戦お願いします。相手のパーティーを読み上げる必要はないと思うので、てめえらで勝手に想像しておいてくれ。ソーブレイズから入らないと、炎オーガポンに対する受けが効くポケモン、ソーブレイズから入らないと炎オーガポンに受けが効くポケモンいないので、ソーブレイズから入ろう。苦手なんは、まあ、ガチグマは特殊受けとはいえちょっと火力が高すぎてやや厳しい印象はある。いや、あとはもうウーラオスに何もできない。ウーラオスに本当にもう本格的に何もできないから、だからウーラオスの選出は確定なんだよな。イーユイのテラバースとフェアリーを使っていく試合になりそうかな、これは。相手の先発は、ウーラオスか。まあ、これはね、明確に出し負けてるんで、もう気合の助けを水流連打で貫通されて殺されるのみならず、もう砕ける鎧で、もうソーブレイズ80匹分ぐらい飛ぶことになるから、これは物流系のウーラオスで受けていこう。まあ、よもやここトンボ返りなんか打たないと思う。十中八九ここは水流連打飛んでくるわ。まあ、インファイト無効だからね。これが輪流先発よりも分かりやすいって話なんだよな。で、これはゴツゴツメットに接触するね。あ、しなかった。パンチグローブ持ってるわ。あ、マジ？割に火力がクソ低いと思ったんだけど、っていうことはなんか、何か、火力に振ってなくて、剣の前持ってるタイプのウーラオスだ。ビルドアップを積んでいきましょう。んで、これは誰ですか？あ、オーガポンはマジ。実際のところ。オーガポンはまあ、クソまずくて、うわー、いや、でもこれって実は、テラスタル切ってウッドホーン半減で受けるっていう手も取れるし、またはソーブレイズ受け出すことで、まあ、草技半減で受けて砕ける鎧起動して、で、道連れで倒すみたいな手も取れるんだよな。いやーこれビルド石積みしてるからもうなんか行った方がいい気がするな。行くわ。だってウーラオスも倒せるでしょ。いや違う。ウーラオスの倒し方がなくなるわ。これソーブレイズに交換しよう。イーユイにテラスタルを温存しないと、イーユイで相手のウーラを倒せないしね。ウッドホーンだ。オッケー。これで砕ける鎧が起動したんで、
まあ、次の相手の岩石封じなり叩き落とすなりで確実に倒れてくれながら道連れで相手を強制破壊していけるんじゃないですか。岩石封じはまあ大体持ってるでしょ、今の時代のオーガポンは。岩石封じだ、痛すぎる。ガポン強制破壊して、でまたウーラオスから来るのかな。いや、ウーラオス出してくるんだったらもうイーユイにテラスタル切ってしまえばいいのか。これイーユイ投げよう。うわ、これ羽ばたく神だ。これオーバーヒート打たないといけないんだけど、これムーンフォースで特防ダウン引いたら、特攻ダウン引いたら倒せない可能性出てくるのが本当に終わってるんだよな。まあそれでいても俺は打たないといけない、オーバーヒートを。瞑想？ああ、いや、なんかそういう小気味悪いやつか。いや、それはイーユイのことちょっと舐め腐ってませんか。まあ多分耐えられはするんだけど、いやでも多分こっから受けは多分効かないぞ、さすがに。いや、水寺とかになったらわからんのか。あ、違う、これフェアリーテラスムーンフォースで倒そうってこと。ドレインキスだったら正直このダメージトレードはわからんかったけど、まずこれを多分一発耐えるぞ。あ、死にました。はい、失礼しました。うん、じゃあこれはアクアジェットでぶっ倒そう。これウーラオスのアクアジェットで弾き飛ばして、で、最後ウーラオスとの 1v1 をなんとか仕掛けていく形になるかな。いや、でもまあ、思っていた通りというか、イーユイの使い方としては悪くなかったと思う。基本的にテラスタルフェアリーがないとウーラオスに勝てないから、ウーラオスとイーユイが残ってしまうっていう対面よりはこの方がマシなんですよ。剣舞とかある可能性あるんだよな。これちょっと不穏だけどビルドアップ積むわ。ドレインパンチだ、オッケー。まあこれ勝ったかな。だったらドレパンだったらパンチグローブのやつでしょう。いや、だからどっかのタイミングでテラスタル毒を切っていきたいんだけど、まあ、こっからドレインパンチしばらく打ってって感じかな。あ、そう、いや、こういうことになる。そう、こういう感じで剣の前持ってるやつだったらだいぶ話変わってくるから。あー、いいダメージ。だからここはもうテラスタル切って相手のドレインパンチ半減で受けて、で、ドレインパンチアクアジェットかな。ここで相手が水流連打っていうちょっとよくわかんない択を選んできたら、まあそれは相手がうまい。剣舞水流連打は耐えないかもしんないからな。ドレパンだった。いや、でもここドレパンじゃないと、そう、水流連打押したところで俺がテラスタル切らなかったら負けるからな。これはじゃあ勝ちなんじゃない。ドレパンでここまで削り込んで、で、アクアジェットで締めて勝ちだ。基本的にこの対面は、このテラスタルの切りどころを間違えなければ勝てる。ありがとうございました。まあ、ソーブレイズの使い方は賢かったんじゃないですか？うん、で、なんか急所で水を刺されたわ。朝日が死んで闇夜がめぐれ、外れ確定のカードをめくれ、一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌う案内。朝日が死ねばあいつらは眠れ、暗がりで一人命を削れ、あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。